こんばんは。四国で最初の車中飯です。お家の冷蔵庫にあったものを適当に持ってきました。帰宅後お野菜がクタクタだと悲しいので持ってきちゃいました。まずは恒例の乾杯からです。四国に乾杯です。チャンネル登録よろしくお願いします。簡単にあるもので焼肉です。車内に匂いが残らないように窓は少し開けて網戸にしてます。マックスファンは吸気にして窓から排気する。こうすることで匂いが残らないような気がします。おはようございます。道の駅あぐり久保川にお世話になりました。昨夜到着した時にはすでに外は暗かったので、朝紹介しますね。外にトイレが2カ所あります。しかもお隣同士にあるんですよ。どちらも綺麗なトイレです。こちらの道の駅、モーニング利用の方が多かったです。メニューを見たら美味しそうですよね。我が家は簡単に済ませました。食べたかったな。手作りプリンが1つ150円だから2つ買いました。安いですよね。美味しかったですよ。お世話になりました。出発します。四万十川ですよ。四万十川はダムなどが建設されていないために日本最後の清流と言われています。四万十川には沈下橋があります。増水時に川に沈んでしまうように設計された欄干のない橋のことです。水の抵抗を受けにくく欄干があることで流木が引っかかり水の流れが悪くなることを防ぐそうです。電車通ったら眺めいいよね。すごいな。ずっと桜並木だから咲いてたら本当最高に綺麗だと思う。咲いてたらさ、川は見えないよね。で、鉄橋もある。あ、渡れるよ。結構幅あるよ。短い沈下橋なのでチャレンジしてみますね。二人して緊張して溜め込んでますね。絶対落ちたし、ね、気をつけないと。有名なとこじゃないけど、ここまで行かないといけないから。渡ってみますよ。息を整えて覚悟を決めて。すごく大げさですね。
ビビリなパパさんが一人で運転してますよ。頑張れ。なぜか撮影している私も緊張してるんですよね。怖いですよね。川が澄んでいて綺麗ですよね。渡れて感動しました。第一三芝沈下橋です。帰って調べました。すぐ横を淀川第四四万十川、橋梁がかかっています。淀川愛称四万十グリーンラインです。1時間に1本走るみたいなので、お時間のある方は待つのもいいかもしれませんよ。鉄橋横を並行する沈下橋は四万十川ではここだけみたいなので寄ってみてください。美しい景色です。今の川っていうか橋通って怖かった地元の人は慣れてるけどね、やっぱり独特の橋だから。はいね、欄干とかなかったら怖いよね。そのまま落ちそうなイメージがあるよね。チャンネル登録よろしくお願いします。みーちゃんおりますよみーちゃんは階段が嫌いなんです。歩きません。足が痛い。マジで？そこまでないよ私。昨日の桂浜の階段が足に来ました。向こうからだったら階段なかったよ川下りできるみたいよ。川下りって書いてある。あ、この船で川下り、船が置いてある。ここに？お魚が泳いでる？橋もある。へえ、ここは分かんないな。わあ、でも綺麗ね。すごく綺麗。綺麗。行くよ、みーちゃん。あれ。食堂に行きます。そばに大型犬がいます。何を食べようかな。
バイキングは今日はお休みだそうです。残念。なんでこいのぼりと思ったら、こいのぼりの川渡し発祥の地なんだそうです。なんです。皆さんは知ってましたか？うん、だね。岩間の沈下橋へ行きます。ここに来たら渡るしかないよね。バックはできないしね。見て見て、川がめちゃめちゃ綺麗よ。注意と駐車禁止って書いてありますね。 Uターンは大丈夫だね。間違いなくここから落ちたら泣くね。1000万がパーになります。対向車が来ますね。ありがとうございます。
く橋渡れましたね。なんだか緊張します。国道441号から道が狭くなったりします。ありがとうございます。後で分かったのですが、電光掲示板が設置されていて、対向車の接近を知らせてくれるそうですよ。安心だわ。やっと広い道路、ほっとしました。ほっとできない、また狭い道。対向車開けたらアウトだわ。ありがとうございます。この道、大型車やバスも走っているんですよ。地元の人はすごいですね。私なんてドキドキが止まりません。高瀬沈下橋です。車が止まってる。渡れるかな。知れません。長さと高さがあり、結構怖いよね。屋形船があそこにあるね。
岡橋は十分に楽しめました。緊張で疲れたのでここまでです。コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。